ドドンパは山梨県富士吉田市の遊園地富士急ハイランドにかつて存在していた大型ローラーコースターの一つ。2001年12月21日に開業2016年10月2日に営業終了。富士山 A じゃないか、高飛車と共に同園4大コースターとなっていた。当時のキャッチコピーは即怖いの怖いの金で行けなど。 富士山が開業した1996年から5年、たった2001年に満を持たして開業した大型コースター。一般のコースターのように高いところまで巻き上げられて、完成により走行するのではなく、水平な場所から加速装置により発射される、園内初の直線加速方式コースター。加速には圧縮空気を用いたエアーランチ方式を採用し、 スタートからわずか1.56秒で最高速度時速 180km に達するという爆発的な加速力を実現。圧倒的な加速とスピードからワールドぶっちぎりコースターと称された。最高速度時速 172km は2001年当時ギネスに認定された。さらに垂直に上昇、落下する日本初の垂直タワーを備える。藤山 A じゃないか。 高飛車と共に人気のあるコースターである。しかしフルパワーでライドを押し出していなかった。これはドドンパのコースに存在していた垂直タワー頂上で発生するマイナス G が人体へかかりすぎてしまい首が飛ぶなど悪影響を及ぼす危険性があったためである。スタートするとトンネルの中へ移動。カウントダウンローンチタイム321 ドドンパーで発射し最高速度に達する。その後はゼロ G ホール大半径カーブ垂直タワーを通過してフィニッシュとなる。過去に行われたイベント冬の絶叫祭りではアントニオイノキや機動戦士ガンダムのアムロレイの声によるカウントダウンに変更されたことがある。またドドンパが営業休止する約2週間前から 最終運行日までカウントダウンの直前に流れたローンチタイムを言わず、その代わりカウントダウンの BGM にモーツァルトのレクイエムより怒りの日の冒頭が使われており、カウントダウンも男性の低い声による3・2・1・ツワン、ゴに変更された。ごく稀にではあるがカウントダウンの途中で発射したりカウントダウンが終わってもしばらくしてから発射することがある。 発車については完成室内のスタッフがタイミングを決めているらしく、タイミングのズレもそれが原因らしいとのこと。コース終盤にライドフォートカメラを設置。乗車後にドドンパフォートショップで購入できる。フォトとシールの2種類。新たなスリルを届けることを目指すためのコースレイアウトのリニューアルを理由に2016年10月2日をもって営業を終了。 翌2017年7月15日より最高速度の工場と垂直タワーから世界最大級垂直ループを備えてドドドンパとして開業した。2016年12月9日から翌2017年4月2日まではプラットフォームに停止したライドに乗り込みリニューアル前のドドンパを VR 映像で体験できるほぼドドンパを実施していた。現在は営業終了。 発信トンネルとカメラ筐体系のライドフォートポイント垂直タワーの頂点、地上52メートル地点から垂直降下する直前のドドンパこのコースターのモデルとなったのはアメリカバージニア州ドスウィルのパラマウントキングズドミニオンという遊園地にかつて存在したハイパーソニック XLC である。この施設は世界初のエアランチ式コースターとして2001年3月に開業した。 こちらは1.8秒で時速 129km まで加速するのが特徴。また、ドドンパ同様に垂直タワーを備えているが、こちらは加速直後すぐに用意されている。なお、XLG とはエクストリームローンチコースターの略である。ありがとうございます。